船、英栄一郎は、日本の実業家。三井住友海上火災保険株式、会社代表取締役社長、一般社団法人日本損害保険協会、副会長、東京都出身。改正高等学校を経て、1983年、神戸大学経営学部卒業、住友海上火災保険入社。1997年、 住友会場火災保険営業開発部開発第1チーム課長。2000年住友会場火災保険開発営業部、テレコミュニケーションズ開発チーム課長。2001年三井住友会場火災保険東京企業第2本部企業営業第1部第1課長。2004年三井住友会場火災保険自動車保険部自長券商品開発グループ長。 2006年三井住友海上火災保険自動車保険部次長2007年三井住友海上火災保険商品本部自動車保険部部長2008年三井住友海上火災保険千葉埼玉本部埼玉西支店長2010年三井住友海上火災保険営業企画部長2012年三井住友海上火災保険経営企画部長 2013年三井、住友会場火再保険執行役員経営企画部、長。2015年三井、住友会場火再保険常務執行役員、東京企業第一本部長。2017年三井、住友会場火再保険取締役専務執行役員、MS&AD、インシュアランスグループホールディングス執行役員グループ、CIO グループ CISO。 2018年 MS&AD インシュアランスグループホールディングスグループクド、県務。2019年 MS&AD インシュアランスグループホールディングス専務、執行役員。2020年三井、住友会場火災保険取締役副社長、執行役員、MS&AD インシュアランスグループホールディングス執行役員グループ、クド。2021年三井、 住友会場火災保険代表取締役社長、日本損害保険協会副会長、ありがとうございます。